ご主人、お帰りにゃ。はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画の一行です。なんだろうこれ。ちゃんとまあやっていきましょう。なんか精神的にもボロボロだ。泣きそうだな。あ、泣かない。俺は涙を流さない。本いつまでは持ち込みたいかな。欲張れば。うん、チューンは1枚だけか。いらんよね。ちなみに初も1枚捨てられています。トイメも考えてるな。いいペーコ、6が来ていいペーコならベストなんだけどな。全然すみません。あれ、これトイトイ狙えるんじゃね。行ってみよう。
ここはまだ1枚残ってんだよな。あー微妙。初を捨てて、タイヤを狙ってもいいかもね。クイタン。メニュー1は仕掛けどころが難しいわ。ペーコ？うん、ダメですね。脳天にゃ。脳天ですね。脳天だ。難しいなぁ。なんかな。これかもしれない。なんでもこれいらんよね結局。また微妙な。安くても上がろう。はい、1来てるよ。リーチにゃ。シャアですね、はい。シャア加発。まあ、まず捨てよう。あと39枚、まだ余裕がある。誰か引き込んでくれないかなっていう流れか。わからん。これは違うだろう。なんで3枚来るんだ。5万は安全、安牌ですね、これ。いらん。こういう時限って7万が来る。まあ5万捨てよう。7万が安全とは限らないな。8は安全かも。お、5が来たの？トンも怪しい。あ、でもトンは現物だ。7万は現物じゃない。いいですね。123、どうか通った。
7万も現物だ、セーフだと思うけどな。何？あ、なるほど。出さんでよかった。押し付けることができた。まあ、スズメ涙さんが強いな。今回は。相手が悪い。789、うん、じゃあこうしよう。さあ、もうリーチとかないね。いらん。今のとこ狙ってる範囲と違うな。近い方向だから。狙い次第ではな。白髪蝶。トラなんだ。初はいらんな。リーチにゃ。早いね。ハンズは違うみたいだな。5万も捨てよう。折りよう。ハツ。ああ、現物だ。上も額を見ないとあかんよね、状況によっては。上も要注意やな。え？微妙だな、こっち捨てようか。何？トンも怪しいけどな、誰も捨ててないから。あ、そのトンが来た。じゃあどうする？何？58だ。これって役ついてないんじゃないの？風灰はいいんだ。あ、トーンを自力で持ってきたからか。ハツどう見るかな。なこれもいらんな。これもこれかな。でもいらんのはハイパーそんなに良くないですね。やっぱり真ん中にいた方が
あ、難しいな。今自分親だから、もう特急券使っていこう。行くよ、どんどん行く。相手も早いなぁ。トイトイ警戒しないといけない時期だな。なら、これ現物であるしね。ロンニャ。え、これロンなの？まあ安いね、やっぱり。さあ、これで次がオーラスか。まあ、引き続き上がればトップ。追われる立場。見捨ててもいいかもね。悩ましいなぁ。爆発チュントもないんだよな。どうかな。なっかな、かんか。なん。ハツは一枚出てますからね、すでに。トンはもういらん。
ん？何？あ、まあいいや。どうするかな。怖っ、怖っ怖っ怖っ、そうだ。ちょっと守りも考えないといけない。3捨てないといけないね。来たー、特急券。これだと3万しか残らなくなるんで、こうですね。3万。相手が来た。いよいよ大接戦。あー違う。1と4。4はまだ一回も出てないんだよな。ロンニャ。え？ああ、よかったよかった。安ければ OK。逆転はできないからトップです。あれ？終わりじゃないんだ。ああ、そうか。そういうことか。3万超えてないから何に突入するんだ。何入サドンデスですね。いらんけどな。今これか。を確保して、まだまだ遠いんだよな、これ見ると。あー、どうでもいいや。いらん。まあ上がらないとしゃあないしね。オッケー。357か。9は頭として使うとして、チューンはまだないな。あ、1枚振られてるけど、ちょっと持っとこう。ここ取ってる時に使えるかも。必要はない。東西南北杯が多いよね。3かな。3万超えれば勝ちだからな。1000点でもいい。悩むなぁ。いらんわ。
いやいや、いらないから。残り枚数が少ない。これってテンパになって3万いっても大丈夫なんだろうな。いらん。ポンニャ。そろそろ仕掛けていかねばな。ポンですよ。ん？向こうも仕掛けたか。あ、チューンダメだ、これ2枚なんだ。厳しいな。行くしかないか。まあでもテンパることが目標なんで。役がない。うん、最後やんぱい。オッケー、これ3万超えました。このコロコロオオカミさんってペッパーズアライグマ、なんかもらえるんだ宝玉が。知恵の宝玉もらっとこう。コインはどうでもいいかな。いいんじゃないもん。トンからスタートか。わからん、良すぎる感じもするな。これ捨ててもいいかもしれないが、まだ場がはっきりしてないからな。これ来た。まあ、捨てよう。手を広げにかかろう。いいね、いい流れ。なんか2枚あるけど。あ、いいじゃないですか。チャンス。イペコです。あ、イペコじゃない。いいシャンテン。
まあ泣いていいのかな。嫌だから泣こう。先輩は9と南ですね。上がりやすい。まあもう一回我慢してもよかったかもね。トーン出されてないから。地域でこういう時積もってくるんだよな。地域で積もっては来ない。ここで泣く流れだったと思う。うん、切り替え。これでいいファン増える。切り替えができんのがリーチじゃない場合のメリットですよね。ロン、5800か。役なんてなくていいんやってわけで。親の5800だからな。123、ああ悪くはないけどな。タイヤを狙いたい。本音はタイヤを狙えばイーペーコも狙える。リーチが当然これです。2と5、3は3じゃない。さあチャンスですね。めちゃくちゃチャンス。ハイパイもすごい、ツモも良かった。もう行くしかないですね。分かってるな。読まれてる。いやでも3枚だからな、分からんな。そうなるともう攻めに行くしかないってとこじゃないかな。ピンフじゃないだよね。いやピンフだな。ピンフも成立する。面単品だ。あ、面単品だこれ。嫌なあれだな。リーチしてからが良くない。容易に来そうなんだけどな。みんな狙ってるな竹を。やばいよ逆に。読みにくいと思うんだけどな。でもやっぱり竹をみんな狙ってるね。この流れだと。ダブロンもあるかも。23枚か残り。まあその代わりピンフ、あピンフにはなるか。11600。7800の親バージョンだな。いつも夢じゃないけどな。
チューン捨てよう。まだ早い。まだある。うん。チートイツも考えられるね。取っていきましょう。あー、まあそうだよな。でも俺は逆にこっちをこっちを行ってあのタイヤを狙う。流れよっては5が来たら、ポンです。リーチ、あ、ん？ちょっと待って。まあ、タイヤを成立するけどな、これだけでも。しかも結構あのみんな早いからな。リーチにゃ、ズモ、ごめんなさいね。1はキープしたものの、57も中途半端だよな。あ、ポンポンでいきましょう。こっち捨ててもよかったかな。うん、いいじゃないかな。もうこれもいらんのやな。
ん？何？チー？あ、いらん。チーじゃない。ハックはまだ誰も出てないから抱えてる可能性はあるな。もう2枚出てるんか。ははうちの手のひらから逃れる福運があるとは。なんだ？4,5,6 だからまあ揃うんだよな。でも嫌だな。やっぱ吐く誰か抱えてるね多分。もしくは、ま、場の山の中にあるか。もう15枚しかないんや。あ、来た、ポン。これで、1万と4万。ちょっと間に合わないな、2万、3万捨てても。1万どっちが安全かってことだったら1が安全だろうな。4来たら乗り換えるべきだな。1万はでももうないんだよな多分。1枚のみ。4はまだ出てない。あえて。だってどうせ1って1枚のみでしょ。それならば あ、フリテンだ。そうだ。え、フリテン4万と7万。まあでも自力で上がるってつもりならいいんだけどな。いいちや。もう残りも少ないしね。やった。自力で賭けに勝った。リーボーまでいただいちゃったからな。
どうするかな。これかな。まあ135があるかな。2が来たら地獄だけどな。フリテンです。それがローンか。うわ、結構すげえ。16000、倍は嘘でしょ。あ、これ運るよ。はい、問い面がもうすぐボーナスです。まあ何でもいいから上がれば勝ち。え、難しい。これっぽい。シャーはいらん。あ、いいんじゃないこともないか。いや、揃ってるから全然問題ない。レッドハイはまだ確保しときたいな。何白チュン。もう絞ろう。狙いを。9捨てちゃったんだから7も存在意義が危うい。あ、いいんじゃないでしょうか。なんか自分の風だからな。バレバレだろうな。あ、いいんじゃないでしょうか。さあ、何を捨てるか。何は1枚倍出てんのか。あ、まあいいんじゃないかな。567。テンパイじゃない。テンパイじゃない。テンパイじゃないけど、最後のチャンスだったから泣くしかなかったな。問題は捨て牌なのかな。だろうね。で、これで3と6、3万6万が
上がり牌です。役はもう成立してんで、なんでドラにですね、このまま行ったらすごいな相手。あー1はない、怖いけどな。え、さあ飛車は結構ポンするんだ。3枚2枚か。ん ?4、5はいらん。危ないか。おお、通った。通ったっていうか、泣くかどうか考えてたんじゃないかな。いらん。え、ロンなんや。チュンのみ。あ、でも、飛んだからまだ終わらないじゃないの？あー、終わるチャンスが、を逃してしまった。チュンも来たよ。6、7、8か。気がするけどな。今捨ててもいいかな。いいね、自力で特急券捕まえた。さあこれからどうするかですよね。白をいらんかな。追い上げてるからな。マンズが怪しいな。なにこれ。あ、ドラになった。勘ですか。いや、別にいい。いやー、いらん。
危ないけどね。反対がそれほどないんだよな。ここなんて本当に危険も危険範囲もいいとこだし。あ、自力できた。やっぱり。急激に追い上げられてきた。あ、逆転？もう逆転された。嘘でしょ？いや、勝ってんのになんで逆転許すんだっていうところで悔やまれる結果になりましたね。はい、ということで、ここまでとなります、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。じゃんだま遊んできました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。